おか神社は、福島県南相馬市鹿島区にある神社である。旧社格は孫社。行方軍、縁起式式内社八座のうちの一座である。慶光天皇の時代、日本穂高が統制の折に誕生されたという。縁起五年、おか神社は、国家鎮護の神として霊言がある神社であったことから、道の区国式内社百座のうちの一座に列せられた。喜元年には、 なめかたにより、社殿の増体や神田の寄進があり、聖徳2年には、相馬藩主である、相馬田根により五国三省の奉納を受けるなど、藩主のみならず、地域の民衆からも尊数を集める神社であった。明治11年には尊者に指定された。岡棚神社の祭神は、千葉県に鎮座する、香取神宮の祭神である武神の共通主神と伝わる。鎮座地名の、 小金宮や社名にもあるように、県を祀る神社で、身体も記録によれば、千歳のことであるという。海に近く、水田に囲まれた地区に鎮座する、岡棚神社は、2011年3月11日に、発生した東北地方太平洋地震の打つ波により、被災した。鎮守の森は残されたものの、岡棚神社の鳥居、社殿、境内社などが流出。 近隣の宇治湖の住宅も流されるなど甚大な損害を被った。震災後は各県の神社町からの境内の復興事業が行われ、北海道神社町と東京都の下谷神社の公園により6月11日には仮社殿が境内に建立された。境内社の八坂神社の神体である須佐のお尊像も瓦礫の中から発見された。ありがとうございます。